こんにちは、ぐっちです。今回は建築写真のレタッチの方法と注意点を解説していきます。以前建築写真の撮影方法っていう動画を投稿したんですけれども、こちらですね。今回はライトルームを使用したレタッチの方法を知りたい方向けに編集画面を一緒に見ながら解説していこうと思います。1つ目なんですけれども、露出補正とホワイトバランスで、2つ目なんですけれども効果ディテールで、3つ目なんですけれどもレンズ補正で、4つ目ジオメトリ、最後に5つ目なんですけれども鏡の映り込みの消し方ですね。今回使うソフトなんですけれども、 Lightroom CC で行おうと思うんですが、 Lightroom Classic っていうのもあると思うんですけど、そちらでも同じような作業ができますので、 Classic を使っている方も CC を使っている方も同じレタッチができますので、一緒にやってみてください。それでは編集画面を一緒に見ていきましょう。変化が分かりやすいような5枚の写真を使って解説していきます。まず最初に左上のこちらの写真からレタッチしていこうと思います。こちらがレタッチをしていない元の写真なんですけれども、ここからレタッチをしていきます。まず右のタブを開いていただいて、上から順番に調整していきます。最初にライトの項目から調整していきます。まず露光量を気持ち明るくしていきます。この辺はお部屋の明るさや自然光の強さで変わるので、写真によって値は変わっていきます。次にコントラスト少し強くしていきます。だいたいこのくらいで、窓の外が白く飛んでいるのでハイライトは一番下げておきます。次にシャドウを調整します。右下のソファーの部分が少し明るくなっているのがわかると思うんですけれども、こちらを上げて気持ちシャドウを上げます。白レベルも少し下げておきます。下げすぎると不自然になってしまうので、ちょうどいいところを探してください。次は黒レベルを少し上げます。次はポイントカーブの調整をしていきます。最初に3つの点を打ってください。真ん中の点を少し上に上げます。右の点も少し上に上げます。次に右側の点も少し上に上げます。右下のソファーの部分と左側のシャドウが明るくなっているのがわかると思います。ひとまずポイントカーブはこの辺にしておきます。シャドウの部分をもう少し明るくしたいので、ライトのシャドウをもう少し上げます。そうするとハイライトが少し目立つので、白レベルをまた下げます。先ほど調整したポイントカーブの右側を一段下に下げます。一旦露出はこれぐらいにして、次はカラーの調整に入ります。今回はローで撮ってますので、少し色が薄くなっているので彩度を上げます。彩度を5ぐらいにして、自然な彩度を多めに上げます。だいたいこれぐらいにしときましょう。この日の撮影はホワイトバランスをオートにして撮っているんですけれども、色温度はお好みに合わせて調整してください。右側に調整すると少し黄色みがかるんで、お部屋の中が少し暖かくなります。左側に調整すると青っぽくなるんで、少し寒々しい感じになるんですけれども、清潔感のある感じになります。カラーミキサーとカラーグレーディングは今回使用しません。次は効果を調整します。テクスチャを気持ち上げます。明瞭度はいじりません。霞の除去を調整します。ここも写真によって変わり方が異なりますので、調整しながら一番いいところで合わせてください。何もしない状態ですとコントラストが低いような感じに見えますので、気持ち霞の除去を強くしてはっきりと見せられるようにしてください。ここでは周辺光量補正は調整しません。次にディテールに入ります。シャープを気持ち上に上げます。一番大きく上げるとこんな感じなんですけれども、そこまで変わらないですね。だいたいこれぐらいにします。次にレンズ補正なんですけれども、ローで撮影したデータをライトルームに書き込むと、自動でレンズを識別してくれて、こちらにチェックマークが入ってます。チェックマークが入っていない状態ですとこういう感じです。
中央が歪んでますね。ですのでこちらはチェックを入れてください。ご自分で使用しているレンズが識別されない場合はこちらをクリックしてメーカーを押してモデルを選ぶとたくさんのレンズが出てくるのでここで自分のレンズを選んでください。基本的にはライトルームが自動で選んでくれます。レンズの中にある歪み補正なんですけれどもこれを左に調整すると元に戻ってしまう感じになってしまうのでここは触りません。下の周辺光量調整というところを左に持っていくと周りが暗くなっていきます。右にずらすと白くなります。ここで周辺光量調整をします。今回の場合は一番右に持っていきます。次はフリンジ軽減になります。フリンジとは明るいところと暗いところの境界線の部分にできることが多いんですけれどもこの写真で言うと窓の察しのこの辺ですね。ここに今緑色の線がこういうふうに出てるんですけれども出てない部分ももちろんあるんですけどこういうふうにフリンジが出てしまいます。これがグリーンのフリンジということになりますね。でこれを消す方法としてなんですけれどもこちらでスポイトでやると簡単にできます。スポイトをクリックしてもらって緑色のところに合わせます。合わせたらクリックしてください。そうするとこちらの今の緑色の部分がなくなります。フリンジ軽減の注意点としては今こちらで緑色の色をなくしたんですけれどもフリンジの緑がなくなるのと一緒に写真に含まれている別の緑も少し反応して薄くなってしまったりするのでそこは要注意して確認しながら調整してください。一応こちらの葉っぱの緑に影響がないかどうか確認してみます。こちらの目のボタンを押してもらうと今調整したフリンジの値を一旦非表示にすることができます。確認のために非表示を押してみます。非表示、表示、非表示、表示っていう感じなんですけれども若干葉っぱの緑にも影響している感じしますよね。こちらの葉っぱに少しフリンジ軽減が影響して葉っぱの緑が少し変わってしまうので今回はフリンジはオフにすることにします。適用量を一番左に持っていくとフリンジが適用されなくなります。次はジオメトリの調整になります。基本的にジオメトリで調整するのは垂直方向と水平方向の2つになります。パッと見目視で見た感じは傾いてる感じはしないんですけれどもズームにするとよくわかります。こちらの柱の部分なんですけれどもズームしてもらって少し右にずらしてこのライトルームの調整のタブバーに合わせると気持ち完全に垂直ではないっていうのがわかりますよね。これぐらいだったら実際許容範囲なんですけれども今回は練習のため少しやっていこうと思います。簡単な方法としてなんですけれどもこちらのアップライトを使います。ここを押してもらってガイド付きを押します。そうすると画面上にこういう風に十字キーが出てくるので垂直の部分に点を合わせていきます。まずここに1箇所合わせてで次にそのまま下に下ろしてここの部分に点をつけます。でこちらのガイド付きなんですけれどももう一つ点をつけないと機能しません。あと垂直の部分を探してもらうんですけれどもこちらの可動式のドアの部分が垂直になってるんで任意の場所で選びます。この辺で選んでもらって真下まで下げます。この部分で点を打ちます。そうすると今写真全体が少し動いたのがわかると思うんですけれどもこれで垂直が取れてます。一回ここでエンターを押してもらって先ほど確認したこちらをズームしてもらってこの垂直部分を僕の場合ですとこちらのライトルームのタブバーに合わせてしっかり垂直が取れてるかっていうのを確認します。大丈夫そうですね。左側の可動式のドアの部分も少し見てみます。こちらもしっかりまっすぐになってるので垂直が取れてると思います。ジオメトリは以上になります。次に修復ブラシを使っていらない部分を消していく作業をしていきます。実はこの写真なんですけれどもここの部分に拡大してみるとはいこれですね。
ここに黄色いテープが貼ってあるんですね。これを修復ブラシで削除していきます。修復ブラシなんですが、右側のこちらのボタンを押していただいて、モードは修復で大丈夫です。このまま任意のサイズに調整していただいて、このいらない部分の上にカーソルを合わせて、ボタンを押しながら囲っていきます。そうすると黄色いテープが消えました。エンターを押して、これでテープがない状態ですね。補足でトリミングなんですけれども、この写真で言うと左側に可動式のドアがあると思うんですけれども、この可動式のドアを写真に含めるか含めないかで悩んでいたとして、もし含めないとしたらトリミングします。こちらのトリミングを押していただいて、左の真ん中を持ったままずらしていきます。ちょうどドアが終わったあたりで止めてください。ここでエンターを押します。そうするとここでトリミングした分、先ほどのドアがなくなったので、気持ちいい写真がすっきりしたようにも見えます。これがトリミングする前の写真ですね。これがトリミングした写真ですね。トリミングする前と後の写真では、どちらの写真が見やすいかは写真によって変わりますので、お好みに合わせて調整してください。これで基本的な写真のレタッチは以上になります。次にレンズ補正について少しだけ深掘りしていこうと思います。こちらの2枚目の写真を選びます。この写真なんですけれども、周辺露光が落ちておりまして、写真の四隅が少し暗くなってるんですね。この左上左下右上右下の部分が少し暗くなっていると思います。これの補正の仕方がさっきやったんですけれども、下に行っていただいて、レンズ補正を使用に今チェックマークがついております。こちらで周辺光量調整というのを右にガーッと上げていくと明るくなります。まだこの部分が少し若干暗いっていう感じなので、効果の周辺光量補正を使います。こちらで少し上げます。ここで上げすぎると四隅がこういう風に白くなりすぎちゃうので、ここはやりすぎに注意してください。調整が難しいんですけれども、気持ち上げるぐらいでいいかと思います。次は色かぶりについて少しだけ深掘りしていこうと思います。こちらの写真を開きます。色かぶりについて簡単に説明すると、お部屋の中にある色に光が反射して、その反射した光が色を持っているっていう状態ですね。もっとわかりやすく言うと、例えばこの写真の背中側の壁紙が青い壁紙だったとしたら、その青い壁紙に反射した部分の色も青くなってしまうっていうことですね。この写真で言うと左側のこの辺、あと右側のこの辺が気持ち青くなっているのがわかりますでしょうか。この部屋には青い壁紙の壁はないんですけれども、実はここにある小窓なんですけれども、ガラスの表面が少しだけ青緑のような薄いシートが貼ってあるようなガラスなんですね。ですので、そこを通ってきた光が中に入ると、お部屋の中の一部が青く緑っぽいような色になってしまうっていうことですね。この青く緑っぽい色かぶりしてる色を今回はピンポイントで調整していきたいと思います。ここの色かぶり補正っていうので調整できる場合があるんですけれども、ここの色かぶり補正で調整すると写真全体の色は変わっちゃうんですね。試しにやってみるとこういうことですね。こういうふうに写真全体の色も変わってしまうので、今回はですね、こちらのカラーミキサーを使います。カラーミキサーのこちらのボタンを押してもらうと、指定した場所だけ調整することができます。例えば今色相になっていると思うんで、これを左クリックしたままこういうふうにずらすと、色がここだけ変わっているのが分かりますよね。画面の右側と左側、あと窓の外の隣のお家の屋根の部分が色が変わっていると思います。この色が変わっている部分を消していくっていうことになりますね。一回リセットします。ここで再度を押してもらって、もう一度ポインターを色を調整したい部分に持っていきます。左
左クリックを押したまま右か左に調整するとこのように今指定した部分のサイドが調整されます。サイドをマイナス100に持っていくと少しモノクロっぽい感じになってしまうので、今回は気持ち下に下げるぐらいにしておきます。この写真はだいたいこの辺でサイドを調整しました。次に最初に説明したジオメトリーについて少しだけ深掘りしていこうと思います。こちらの左下のお家の外観の写真を開きます。この写真なんですけれども、歪んでるの、傾いてるのって分かりますよね。まず水平なんですけれども、この部分斜めになってますよね。でこの部分も斜めになっていて、垂直この部分ですね、この辺も斜めになっています。この辺も斜めになってますね。大きい被写体を撮るときはどうしても自分自身が低い位置から撮影するので、このように台形になってしまうので、それをジオメトリーの水平垂直補正から調整していくっていう流れになりますね。ではジオメトリーを開いていただいて、こちらの垂直方向、水平方向っていうタブがあるんですけれども、これを左に右にずらしていくとこういうふうに動いてしまいますよね。もう一つ水平方向を動かすと写真はこのように動きます。この2つを使って調整していくのでももちろんできるんですけれども、先ほどお伝えしたこちらのアップライトっていうのを使って今回も調整していきます。ガイド付きを押したら垂直方向の部分の2箇所にまず点を打ちます。この写真でメインとなるのはこのお家の外観になりますので、こういうところで調整をするのではなく、できる限りお家の外観の端の垂直方向、水平方向で調整してください。こちらの端の垂直の部分に点を打って、左クリックを押しながら下に引いていきます。そうすると一番下の部分がだいたいこの辺なので、ここで、でもう一本線を引きます。それも反対側のお家の端側の垂直部分に点を引いてまた下に持っていきます。で終わりがだいたいこの辺なので、ここでもう一本点を打ちます。これでお家が垂直になりました。でその時にどうしてもトリミングされてしまうので、右下左下がこういう風に白くなってしまうんですけれども、その場合はこちらの切り抜きを制限っていう風に押してください。その場合どうしても写真はクロップされてしまいます。次に水平方向を調整します。また先ほどと同じように水平の部分に点を打って右側まで持ってきます。ここで点を打ちます。もう一つ点を打つので、ここに点を打ってまた右側に持ってきます。これですね、エンターをします。これでジオメトリの垂直方向と水平方向の調整ができました。一度元の写真と比べてみます。元の写真の表示の仕方は Mac ですとひらがなの無を押してください。そうすると元の画像を表示できます。もう一回押すと戻ります。これを繰り返すと元の画像を表示しながら編集した写真を見比べることができます。これを見るとやっぱり傾きの調整は絶対した方がいいですよね。最後は修復ブラシの使い方を深掘りしていこうと思います。こちらの写真をクリックしていただいて、よくあるんですけれどもバスルームの写真なんですけれども、どうしてもこのように自分自身のカメラが映り込んでしまうんですね。それで今回はこの映り込んでしまった部分を修復していくっていう作業になりますね。だいたいバスルームは入るとこの辺とかこの辺に大きい鏡があったりして、撮影する時にカメラマンもしくはカメラが映り込んでしまうことが多いんですね。ですのでその映り込んでしまった部分を修復ブラシで消していきます。ライトルームで簡単に消す方法なので、フォトショップを使ったりするよりかは精度は落ちるんですけれども、ひとまず今回はライトルームで簡単にさっと消すやり方を深掘りしていきます。まずこちらなんですけれども、拡大していただいて右側の修復をします。先ほどやったようにサイズを大きくしてこの消したい部分を選んでいきます。そうするとここに選ばれてしまっているので少し調整します。ぼかしを使ってぼかしていきます。でゼロにするとこんだけ縁が見えなくなってきますよね。でこの辺も若干まだ不自然なので追加で修復をしていきます。
これでざっと消えたんですけれども、少しここはね黒くもやがかってる感じありますよね。ここなんですけれども、今修復ブラシ使ってたんですが、下のマスクを押してもらってブラシを押します。で、全体この辺のね少し暗くなってる部分だけ合わせられるようにします。こういうふうに気持ち暗くなってる部分だけ選択してもらって、で、ここのねここのコントラストを少し下げていきます。シャドウを少し上げます。黒レベル少しだけ上げます。これで先ほどよりもだんだん分かりづらくなってきましたよね。まだ少しね黒くもやがかってて若干不自然なんで、ここはまあやればやるほど綺麗になっていくと思うんで、ちょっとまだやってみようと思います。それでは大体わからなくなったので、今回は一旦これぐらいにしておきます。修復ブラシとこちらのマスクを使うとこれぐらいまでライトルームでも持っていくことができます。で、次なんですけれども、まあ、これも同じような手順で消していきます。壁が歪んでるんで少し不自然に見えるんですけれども、だいたいこれぐらいで今回は OK にします。これで一通り説明できたと思うんで、ライトルームのレタッチは以上になります。いかがでしたでしょうか。注意するべき点があるんですけれども、 JPEG がいいのか RAW がいいのかっていうところがあると思うんですけれども、結論から言うと RAW で撮った方がいいです。もちろんね JPEG で撮影してもできなくはないんですけれども、窓の外って明るくなってますよね。その明るくなってる部分を RAW だったら白飛びを元に戻せるんで、できれば RAW で撮った方がいいですね。あとは黒つぶれしてるところもできれば RAW で撮った方がいいと思います。2つ目なんですけれども、トリミングが必要かどうかっていうところなんですけれども、お部屋の中で撮影していて必要がない部分も映り込んだりするじゃないですか。で、そこの必要のない部分っていうのは編集段階でトリミングしてみてください。3つ目なんですけれども、建築写真の場合、お部屋の中で撮影するときに照明とかストロボが必要かどうかっていうのが聞かれるんですけれども、僕の場合ですと、ストロボや照明っていうのは使いません。それがなんでかっていうと、お部屋は窓から自然光が入ってきますよね。お家ごとについている照明があると思うんですけれども、その照明が暖色だったり寒色だったり、お部屋ごとに照明の色が違うと思うんですね。で、それをつけない状態でカメラマンが持ってきたストロボを使ってお部屋の中を照らすと、実際の明るさだったり色味とは異なってしまうっていうことが起こってしまうんですね。ですので、実際の日の入り方、お部屋の明るさ、そのまま演出撮影したいので、僕の場合はストロボだったり照明っていうのは使わず、実際のお部屋の自然光のまま撮影するっていうことがほとんどです。例外もあって、例えば地下室であってまだお部屋の照明がついていないってなると、一切光がない状態ですよね。そういう場合はカメラマンの方で照明を持ち込んで撮影しないと、もうそもそもね光がないんで撮影できないので、そういう場合は、ライトを使った方がいいと思います。あらかじめクライアントさんと打ち合わせをして、そういうお部屋がないか、一切光が入らないお部屋がないかっていうのを打ち合わせして、もし必要であれば持って行っていいかもしれませんね。グッチーチャンネル、今回は建築写真のレタッチ方法と注意点を解説させていただきました。撮影環境や使用するカメラやレンズによって微調整はもちろん必要になってくると思います。光やホワイトバランス、傾きや歪み補正など、編集でさらに写真を良くすることが求められる建築写真なんですけれども、今回お伝えした編集方法さえ理解できれば、クオリティも上がってクライアント様にも喜んでいただけるのではないかと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになります。ご意見ご感想などのコメントもぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。